ジャニのチャンネルは今年の春、ショーチャンネルに出演しまーす。おー、すごい。これすごいチャンスだ、これは。いや、素晴らしい。ありがとうございます。これはもうとてつもない報告になったと思います。喜んでくれると思いますよ、はい、だからこそ今回は初心に帰るじゃないけど、 YouTube のね、初心って言ったら何ですかって言ったら、やっぱりこのゲーム、唐突に、うん、ゲーム、ゲーム、ゲームやろうよ。俺は YouTuber なんだから。やります。でも昔もうみんなが本当にね、いろんな YouTuber さんたちがもう通りに通った道、一回今日に立ち返ろうと。そう、はい。イヤホンガンガン伝言ゲームだ。要するにこうした状態で伝言できるかっていう。そう、これ本当にもういろんな YouTuber さんがやってんので、今回はジャニオの春が大成功した夏、これ待ってるよっていうことをもう伝えるんで、あ、ちゃんとチャンスをものにできたらこんなことも考えてますってことですか。そう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 、まあまあこんなこともっていうか、やること、今年の夏に。そう、今年の夏に、はい、え、今このショーチャンネルだけじゃないってことじゃないですか。いや、夏にやる方だから、キャンプとか。そうそうそう、そういうこと。そう、あ、なんだなんだよ、何がだよ。いや、なんかだって今それが成功したらこんなことも待ってますみたいなこと言ってたから。おー、成功してもしなくても待ってます、夏はやることが。ほら、なんかえ、キャンプとかそういうこと。え、いや、だからそれをちゃんと、まあ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 、そうっすね、イニシエから伝わるゲームをやるんだよ。シンプルにやってみようか。じゃあ始めるとき右手を上げてもらっていいですか。用意スタート的なやつ、じゃあ、はい、うん、オッケーオッケー。はい、あ、待って、ジャイのチャンネルの、あ、じゃあ、ごめん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 、曲の、あの、終わっちゃいましたよ。まだ聞いてないです、聞いてないです、うん、ジャイのチャンネルの夏は、うん、ほねらら、ほねららをしますって言うから、そのほねららをちゃんと分かって、で、ほねららからしか言わないから。あ、確かに。じゃあ行くよ。24時間テレビのメインパーソナリティをやることになりました。いいっすか、いいっすか、外していいっすか。うん、ちょっと全然わかんないっす。でも長くないっすか。もう 長いんで、ちょっと長いな。じゃあちゃんとやって。こっちのセリフなんですか。やってるもっとなんか要約してくださいよ。24時間テレビの24時間テレビのメインパーソナリティをやることになりました。14時間後の麺は、14時間後の未来は、14時間後の麺は、え、14時間、14時間、15時間後のそばはパスタ、あ、15時間後のそばは、そう、麺は、麺はパスタ、パスタ。わあ、すごい、すごい。ゴー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 、いいっすか、マジして。いいよ。すごい、意味が全然わかんないですけど、ちょっと取っていっといいか。でも、ね、伝わってないでしょ。まだ伝わってないでしょ。エスパーで答えるの、どういうこと。一回外してください。え、外して、あの、今から伝えるんで、ガチガチにつけといてください。で、グッと押さえて、グッて。あ、聞こえちゃいけないんですね。はい、そうそう。ああ、なるほど。何ゲームやってるんですか。いきますよ。ちっちゃい声ね。15時間後の。15時間後の。20声。あのか。15時間後の。15時間後。15時間後。麺は。麺が。15時間後の麺は。15時間後の麺が。パスタ。パスタ。15時間後の麺がパスタ。15時間後の聞こえ、聞こえ。声でかいんだよ。そうなんだよ。こいつがさ、バカみたいに声でかいから。15時間後の、麺はパスタ。伝わってんじゃん。うん。
じゃあ外してください。ということで今無事に伝え終わりました、はいはい、で我々ジャニーチャンネルがこの夏やることを中丸さんから発表していただきたいと思います。ジャニーチャンネルの夏は15時間後の麺がパスタ。俺もそう。そう。残念。お前じゃねえか。でしょうね。いや、僕は15時間後の麺はパスタ。でも俺は14時間後。じゃあ正解の方、正解はこれでした。いいよ。24時間テレビのメインパーソナリティをやることになりました。本当に言ってる？怖い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 。その嘘あんまりシャレにならない。ちょっともう一回ジャッジ聞いてください、ちゃんと。まず本当かどうか。いや、これは。どうぞ。いや、それはないわ。じゃあ、いくよ。24時間テレビのメインパーソナリティをやることになりました。言ってる！確かに嘘だ！嘘だ！おめでとうございます。ドッキリとかじゃないですよ。ドッキリとかじゃないんですよ。これドッキリだったらもう本当にあれですよ。人間性マジで疑います。差し直れないですよ。いや、ドッキリで、ドッキリでこんなやるわけないじゃん。やばいやばいやばい、怖い怖い怖い。だから、あ、だからかマネージャースーツ着てたの。え、ちゃんと今日いつもあのうちの今回のプロデューサーも来てます。あ、本当だ。これだからショーチャンネルへのこのドッキリじゃないんですか。だからショーチャンネル、ショーチャンネル寝るでドッキリでしたみたいな。まあ、だ正確に言うとショーチャンネルのオファーは24時間のメインパーソナリティのジャイナチャンネルさんに来てもらうというのが。あ、いや怖い。トライだった。いや、やめましょうやめましょう。いや、やめましょう。じゃあそういうこと。それはさすがに大仕事すぎますよ。いや、だからジャイナチャンネルの歴史としてはまず最初にね、日程さんのゴールデン出て、次は2回目24時間テレビです。ステップアップがえぐい。指にしか指にしか何それね。うわー、懐かしい。決まりました、やった。さすがに9日前必要なやつだったよね。いや、なんで俺に怒ってるんですか。いや、だってなんかゆるっと終わった誕生日会からの流れでやるやつではない。ゆるっと終わった、確かにゆるっと終わった誕生日会から。じゃあどうすんの。じゃあコントラストが逆逆逆じゃあ24時間テレビ諦めて14時間後のパスタにしますか。いやいや、なんなんだよ14時間後のメンバーパスタって。15時間ほんと、なにそれ。それにする？夏どっちがいい？14時間後の麺はパスタにするか、24時間テレビのメインパーソナリティ。それはメインパーソナリティがいいですけど、一回14時間後の麺はパスタ経由しないと。その慣れるために。それもね。いや、せっかく来てくれたんだから。今回は第45回です。めちゃくちゃ名誉あることですよ。第45回の、ね、その触る癖絶対に呼んでやんないでくださいですよね。わかんないけど、さっさそんで。いや、胸が痛んだわ今。胸濃い。ヤンキーが恋した。胸が痛んだよ、何なんだよ。いや、今回はだから我々が日本テレビさんの夏を共に過ごしていくと。なんかもっとちゃんとした服着てくれよ、私ね、今日。マジでそう。襟とかつけたかった。いや、もっとそんな、ネクタイとかスーツとか着たかった。で、そんなんで、そんなんで無理じゃん、だって分かってるんだ。自分だけ襟付き着てきて汚ねえぞ。俺はいい格好、俺はいい格好しようと思ってるから。気をつけた方がいい、俺がいい格好しようとするから。とんでもないことになりましたね、本当に。中丸、よろしくな。くんざさんつけるこれは、このくらい絶対やめよう。これはやめよう。テレビ、だって絶対面白くないんだから。なんであいつ中丸くんのことを中丸って呼んでんの。そうで、絶対流れないから。で、もっとわかんない人はなんか、なんであの人 9.5 になるの。どっちもそうですよ。そう、やめような。絶対やめろ。打ち合わせはしましょう。じゃあ、ですよ。でも、これが期日前にバレたらもう、俺事実上の解雇ですもんね。あははは。でも、それこそ絶対不満ですよ。そう。いや、俺も気をつけろ。こんな爆弾23日まで抱えてられないの。顔に出るからな。うん。でも、なんか言い出す今年のマラソン誰だろうなとか、メイクルームとかで言い出さないかな。二宮さん、情報入ってるんですよ。今日の生配信、だいぶなんかヒントみたいなこと言ってたっけ。あ、今日は言いました。でも、ショーチャンネルも僕は本当にお願いします。お願いします。どういうポーズ。
なのそれ。どういうポーズなの。そのチャンネルの方で引っ張っただけです。見たくないって、そんな。やめてください、そんな。そんな秒で大変やばい。やめてください。武士の謝り方みたいな。公開見てます。やめてください。見てください、お前。社長なんだから、どうするんですか。ただ、ほんとこれからやっていきますので、皆さんも楽しく、まあ、チャリティーのことを一日考える日でもありますので、なんか皆さんなりに考えてもらえたら、そうですね、これをきっかけに考えていただきたいですね。ね、我々がやる意味があると思いますので、ね、うん、参加していただきたいと思います。ということで、今年のやつは、24時間テレビに決定でーす。いやー、頑張る、頑張る。ちゃんとやんないと、マジで。こればっかりは。ちゃんとやりますけど、ちょっと追いつかないですね。忙しい夏になるぜ。うん、絶対しちゃダメですよ、これ。なかなかないですね。テレビで二宮くんが満金で滑ることはなかなかないです。え、飲んでいいじゃん。乾かす本人。